睡眠の核保険との散歩ラジオ体操会健康法とは健康を保つことを目的として日常的に行われる行為や方法のことである。健康法を実践することは養生とも言う。体操の類自分で行うマッサージの類食事の管理や控えめな飲食の習慣、心身調和をもたらす方法の実践、心の持ち方、その他生活習慣全般など、 その範囲は多岐に及ぶ。江戸時代中期、貝原駅剣は、洋上訓にて身を保つという表現を利用し、日常の中で健康に生きる術を解き、運動、栄養、急速に過不足なく生活をすること、控えめな飲食、高校の衛生などを解いた。明治期に三大健康法と呼ばれたのは、岡田式呼吸製材法、二期式腹式呼吸法、 富士田式促進調和法であった。1974年には、カナダから、健康には、生物医学的な要素よりも、むしろ環境的な要因や、個人の行動そして生活様式が重要な要素で、ある、という報告がもたらされ、健康づくりの重要性が認識される流れが生まれ、現在まで続いている。1985年、厚生省は、 健康づくりのための食生活指針を策定した。2004年5月には、秘伝先生疾病のもたらす、世界的な脅威への世界的対策として、食事と運動、健康についての世界戦略が提唱されている。2006年、厚生労働省は、国民の生活習慣病予防のために、健康づくりのための運動指針2006を策定した。ありがとうございます。